今から行われる対決はこちらです。慰めてんのかなんかちょっと怒ってんのかよくわからない感じ。
ございました。カープクロスともに12名の参加者に今一度大きな拍手を送ってください。さあ5回の裏終了時、5回の裏終了時はなんとビーズ織姫50人、カープ女子50人による綱引き対決です。こちらはどちらが勝利を収めるのでしょうか。ゲームとともに